水もお尋ねしてるのね、その今書いた木の後ろに濃い木があるんですよ。でこれまたこっちから濃いっていう感じ。そう、それで今あの葉を書いてるとこ潰すんですか。え、ここですか。うん、潰さなくて残す。じゃあ潰しちゃって、うん、ここは明るいでしょ、ここ暗くなるでしょ、ここ暗くなるでしょ、ずーっと暗いんですよ。だからそれいっぺんに今入れちゃう、ここが湧いちゃう、その時にここだけで、あ、添えるんですよね。もう濡れてるから混ざる。最初のだけは濃いですよ。削ってのもいいテクニックしてね。Thank you.
してですけど、右側の紅葉というか枯れ木はそれはあの意図的にバランス的に入れたんですね。寄せてきたんですね。いいですね。じゃあ実写で行っちゃうか。それが写真と違うところですね。それが写真と違うところですね。私今度ね、絵がいいと思ってきましたよ。お世辞じゃないですけど、絵の方がね、創造性がある。Thank you.